15時10分になりました。発表時間は30分です。それでは堤さんを拍手でお迎えください。はい、では SQL クエリ解析による E2E データリネージの実現というタイトルでお話しさせていただきます。動いた。はい、自己紹介まずさせていただきます。堤俊海と申します。インターネットだとトッシュ2230というアカウントでやっております。GMO ペパボでデータエンジニアをしております。はい、で写真は昨日くじを引いたら書籍をが当たったのでちょっと喜んでいるっていう写真を、はい、載せてみました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年の PyConJP2021 ですとロギングモジュールで始めるログ出力入門というタイトルでお話しさせていただきました。はい、2年連続でお話しできてとても嬉しく思っております。はい、で今回のスライドなんですけれどももうすでに公開しています。あれですね、ここに表示している QR コードでもアクセスできますし、あとはツイッターの PyConJP-5 の、 ハッシュタグでも先ほどツイートしておりますのでそちらからでもご覧いただけます。はい、でまず左側の方にですね今回のタイトルを並べてみました。で、きっと皆さんはここの右側に書いてある5項を多分考えたんじゃないかなと思って、はい、これを順番に答えていく形で構成しております。はい、これがこのトークで話すことです。で目次がこんな風になっていまして、で1番と2番はつまりはOSS 作りましたっていう話をするんですけれども1番と2番はその背景の説明です。で3番でどういったものを作ったかっていう話をして、で4番は他のソフトウェアと組み合わせてどうやって運用していくかっていうような話をさせていただいて最後まとめにするというような内容になっています。はい、で早速1個目から入っていきます。で、そもそもデータリネージって何ですかっていう話なんですけれども、これはですね、データの系譜を明らかにすることと一般的に言われております。でリネージが日本語で訳すと血統とか家柄というような訳が当てられます。でこれはデータ活用の場面で使われるメタデータの一種です。はい、でこれからいろんなことを説明していくんですけれども、このデータリネージの説明上ですね、ここの枠の下のところ枠の中に書いてある用語を用います。はい、なのでデータイベントって言ったらデータに対するクラッドのことなんだなと。であとデータリネージのアウトプットっていうのはリネージ情報っていうふうに言っているなっていうふうに思っていただければと思います。はい、でこのデータリネージなんですけれども解決したい課題は2つあると思っています。で1つ目がデータの可観測性、データオブザーバビリティの向上です。でこれつまりはこのデータは何から生まれたのかと、あとこのデータはどこで使われているかっていうのをいつでも誰でも分かるようにしたいというのがモチベーションです。はい、もう一つが、そうやって誰でも分かるようにしたいというのはそうなんですけれども、これを持続可能な形でドキュメンテーションしていくっていうのが非常に難しいというのがあります。でデータはさまざまな場所やタイミングで作られたり使われるものです。で人間ももちろん作ったり使ったりしますし、あとアプリケーションであったりダッシュボードであったり機械学習モデルっていうふうにどんどんいろんなものが出てきています。でそういったものが多くのものがこう混じり合う感じで重なっていて、その範囲が広ければ広いほどデータが今どのように作られて使われているかっていうのをドキュメント化するというのは難しいよねというところがあって、それをデータリネージが解決したいというものです。はい、で既存のデータリネージの手法というのはいろいろあるので、それを具体例を挙げながらなんていうかイメージをつかんでいただきたいなと思ったので、はい、何をもとにリネージ情報を作るかというので4分類してみました。はい、1個目がデータイベントです。データイベントが起きましたっていう情報をもとにリネージ情報を作るっていうものですね。でこれの代表例がオープンリネージとマルケスです。
で、オープンリネージはフレームワーク収集リネージのフレームワークで収集用の API を設けて、データイベントが起きたときにリクエストを送信してもらうっていう、そういうものです。で、マルケスがその形で受け取ったデータを蓄積して可視化するっていうようなオープンソースになっています。はい、で2つ目がそのデータイベントが起きましたっていうログがどこかに蓄積されるので、それを使ってリネージ情報を作ろうっていうやり方です。でこれの例が Google が公開しているんですけれども、 Google ビッグクエリーの監査ログをつくとその他のサービスを組み合わせてデータリネージをやろうっていうやり方をこうブログで公開してますので、これが該当します。で3つ目がデータイベント関連のソースコードを解析してリネージ情報を作るというものです。でこれが例として挙げられるのは OSS で SQL リネージというのがあります。でこれが入力した SQL 文のテーブルとあと列のつながりというのをSQL をインプットとするとアウトプットがそこのつながりを可視化してくれるみたいな、そういう OSS になってます。はい、で4つ目が先ほど説明した3つを何かしらこう組み合わせて実現しているっていうタイプです。でこれもなんかそこからさらに分類すると2つに分かれるなと思ってて、1個目がELT でいう ETL でいう T ですね、トランスフォームの専用ツールの一機能としてデータリネージをしてやっているものです。でこれの例が DBT とかあとデータフォームがあります。であとはデータオブザーバビリティを軸にしたサービスやソフトウェアというのも展開されていて、例としてはアトランとかモンテカルロデータ、オープンメタデータというものがあります。はい、でこんな感じで、データリネージについてざっと説明したんですけれども、まとめるとデータリネージとはデータの系譜を明らかにすることで、目的は主に2つ、データの可観測性の向上、あと持続可能性のドキュメンテーションで、生成元を何にするかによって実現方法は複数ありますというのがまとめでした。はい、でこれで1個目でデータリネージとは何かというのが大体分かったかなというところで、まずその次の2個目以降の疑問にお答えしていきたいと思います。はい、そういう事情を調べて思ったのは、OSS でたくさんあってまず非常にありがたいなと、はい、思いました。でそれでいろいろ見てて、しかも多機能だしすごい便利だなっていうのはすごい皆さんも実感されたかとは思います。でただそういったシステムの新規導入とか既存アーキテクチャの変更っていうのはなかなかパワーがいるものです。なのでそういった本格的なものを始める前にもうちょっと気軽な、なんかこう簡単に試せるようなやつってないのかなっていうのを、はい、考えました。でそこからそのなんか手軽に試せるってじゃあどういうことっていうのをちょっと分解してみたんですね。でそれで出てきたのがこの3つで、既存の資産をそのまま活用できる、あとはそのツール自体の独立性が高い、あとはインターフェースが汎用的であるっていう、この3つを満たすともうなんかいろんな人が気軽に触れるようなデータリネージを試してもらえるようなものになるんじゃないかなっていうのを考えました。でインターフェースの部分が一番考えやすかったのでここから考えてみました。はい、で結論SQL いいんじゃないかなっていうのが、はい、考えたことです。で RDBMS の問い合わせ言語で長年使われているインターフェースです。で先ほどご紹介した SQL リネージでも採用されていますし、あとは着目するポイントとしては近年 SQL の利用シーンというのがどんどん広がっているというのがありますので、そこの動きを3つご紹介します。ここの3つですね、順番に説明します。はい、RDBMS 以外での利用っていうのがまず1個目です。で、もうこれ当たり前になってきていてなんか違和感ないんですけれども、列指向データベースへの問い合わせ言語が SQL でできるって、これもう当たり前になってきているかと思います。であとはキーバリューストアへの問い合わせ言語としても出てきています。 PartyQL とか GQL というものが出てきています。はい、でデータベースに対するアクセスだけではなくて分散処理をSQL で表現できるようになってきているというのももともとそういった流れもあるというのに加えて、データパイプラインを作ったりとか、あと機械学習モデルの学習と推論も SQL でできるようになってきたというようなそういった状況にあります。
で動きの2つ目としてはSQL をテンプレートからコンパイルするっていうのがなんかこうよく使われ始めてきたかなと思っています。でこれが先ほどご紹介したトランスフォームツールの DBT なんですけれども、これセレクト文なんですけど、よく見るとジンジャーテンプレートが埋め込まれています。なのでこれをまあジンジャーでいうレンダリングをしてSQL を生成するっていうのをここをなんというか動的な形で生成するみたいな動きが見られます。あとは最後の3つ目がそのいったトランスフォームをクリエイトテーブルアズセレクトで行うっていうような動きが出ています。これが私が考える背景としては、データウェアハウスのコンピューティング能力が向上したことと、あとはコストが低下したっていうことでトランスフォームをデータウェアハウスでやりやすくなったっていうのがあると思います。でそのやり方でトランスフォームをやるってなると、クエリを実行してその抽出した結果がそのままテーブルとして格納されるんですね。なのでこの場合セレクト文ってテーブルの内容を説明している情報だっていうふうに考えることができると。はい。でこれちょっと言い過ぎたなと思っているんですけれども、はい、全てが SQL になるっていう時代がちょっとずつ近づいていると言えます。でこれデータの生成と収集と加工と利用っていうような一連のライフサイクルが表現できる汎用的な言語になってきているんではないかなということで、これを使えばいいんじゃないかと、はい、考えました。はい。でそれを図にしたのはこういうことですね。はい。で生成と収集と加工と活用ってそこのごとに SQL は何かしらで発行されていると。でそれを全部つなぎ合わせればいいんじゃないかというのがコンセプトです。はい。でこれをさらに抽象化してみると、セレクト文が左側にあります。でそのセレクト文にそれに対応するテーブルの名前が必ずあると。で考えてそのテーブルとその中で参照しているテーブルっていうのをグラフでこうつなぎ合わせて、それぞれ の SQL をパースしたものを全部最後マージしてあげれば全体が見えるよねっていうコンセプトです。はい。でインターフェースはまあこれでまあいけそうっていうのが分かったんで、残りの2つについて考えてみました。はい。でリネージ情報の抽出に特化するということで、クエリを実行しないという方針にしてみたらどうかなと思いました。はい。なので解析だけしかしないというものなので、こうするとクエリが発行される対象へのアクセス権限ってつけなくてよくなります。なのでネットワーク構成とかセキュリティ基準はそのままでいけそうだなっていうふうに考えました。そうすると既存の資産をそのまま活用して SQL が発行されている部分だけ見に行くみたいなところをやればいいっていうふうに考えました。あとは抽出工程をできる限り簡単にするということで、イメージとしてはエージェントとして振る舞えばいいんじゃないかなと思ったんですね。なのでなるべく手数が少なくって設定や出力はファイルで保持するとか、なるべくこう小さいものを作ってなんかこういろんなところに配置するっていうような構成にするといいかなっていうふうに考えたというところです。はい。はい。でここまででどういうふうに作ったらいいかなっていうのを考えたっていう話までをしました。はい。でここから Python を使って、実際に作ったんですけれども、それをどういうふうにしたのかっていう話に入ります。はい。で OSS の名前がステアライトと言います。でこれは直訳すると階段の光なので、これ階段灯という意味です。階段が分かりやすくなるように照らされている光のことですね。はい。でこれQR コードにしてありますので、これリポジトリなのでもしよければ後で見てみてください。はい。で特徴が、はい、まず MIT ライセンスで公開している OSS です。で PyPI で公開していますので PIP インストールできます。であとは先ほどお話しした通りリネージ情報の抽出に特化してます。で標準出力で流すような感じで JSON が出てくるみたいな形になります。後でお話しします。であとはコマンドとしてもライブラリとしても利用ができるように作ってあるというものです。はい。でこれなんで Python で書いたのかっていうと、これデータエンジニアリングの領域なので、データ分析界隈でよく使われている言語って言ったら Python と
なって、あとは抽出に特化するということはグラフで表示したいとかっていうのが出てきたときに他を頼ることになります。なのでビジュアライズ系のフレームワークだったりライブラリっていうのが充実しているっていうのもポイントが高かったこと、あとは先ほどお話ししたテンプレート SQL で Jinja2 が使われているっていうケースが見られます。これ DBT の他にも Apache Airflow これ該当します。はい、なので Python を選んだという経緯です。はい、でここから説明する上で、前提として SQL クエリによる抽出結果みたいな表形式で表せるもの全般を便宜上テーブルと表現させていただきますので、テーブルって言ったらデータベースのテーブルとかもの他にも表形式のデータ全般なんだなって考えていただければと思います。はい、でステアライトがやっていることというのがこういったデータのつながりを見つけることです。でこれはデータパイプラインという言葉があるように上流から下流へデータがどんどん流れていくと、でそれはグラフで表現できるものです。なのでステアライトは言ってしまえば、この右側のようなグラフのノードとエッジを見つけるというふうに言い換えることができます。はい、でそのセレクト文を含む文字列が解析対象になるんですけれども、それをどこにあるやつが読めるのかっていうところで言うと、ローカルにあるものとあと S3、GCS、DBT、あとリダッシュです。はい、今のところここに対応しています。はい、でデータリネージを具体的にどうやってやるのかっていうのを3ステップで、はい、やっていますという紹介です。まずイニットで初期化するんですけれども、これは詰まるところ抽出対象と対象外のデータソースを指定します。でデータソースって言ってるのがさっき のファイルとか S3 とか GCS とかどこに見に行くのかっていう話です。でこれを指定します。でサンプルがこれですね。青字のところでインクルードとエクスクルードってあるように、ここで抽出対象対象外みたいなのを指定をしています。はい、でマブコマンドっていうのがありまして、これを次にこれを動かすと、そのさっき指定したデータソースに対して SQL を見に行って、さっき のお話ししてたセレクト文とテーブルの名前をマッピングするような、そこ のひな形を作ってくれるっていう機能です。はい、でセレクト文の中から Jinja バリアブルスを探してきて、でもうすでにファイルがあれば設定していないやつだけ抽出するっていうような動きを取ります。はい、でこれが Jinja テンプレーティング の設定の話なんですけれども、テーブル名がパラメータとして設定されているようなケースだと、ここに あるようにテーブルネームパラメータを2つ指定してあげると、 SQL は1個なんだけれども、Jinja テンプレートでレンダリングするとなんか2パターンになりますみたいなのにも対応できるということで、SQL が1個だけれどもステアライトはそこに SQL が2個あるとみなして動きます。はいはい、で その設定ファイルが揃っている状態を実行するとリネージ情報が JSON 文字列として出てきます。はい、で出てくるのがこういうような形です。はい、ちょっとなんかこれだと見づらいんですけれども、JSON のキーがテーブル名だっていうところだけ覚えておいていただければいいと思います。後でこの話が後で出てきます。はい、でそのリネージ情報の保存と読み込みができます。でローカルのほか S3 あと GCS にも保存ができて、あとはロードで2ファイル指定するとそのロードした2つがマージされた状態で内部でこう保存されるというか、内部でそういうふうに用います。でこれ何がいいかというと、先ほどお話ししたエージェント方式にしたいというやつがこれでできると、それぞれステアライトでそれぞれ のデータソースのところにこう配置してそれぞれの情報を抽出して、あとで、サーバーかどこかオブジェクトストレージとかでそれをマージするみたいな動きができると、はい、いうのでさっき そのマージ機能みたいなのを作ったと。であとはそのリネージ情報の出力っていうのが出力ドンと出せるだけじゃなくて一応検索もできるようにしています。どこかのテーブルから見て上流のテーブルはどれ、下流のテーブルはどれみたいなのを直接ないしは間接的に参照して依存しているテーブルっていうのを抽出できるというものです。
はい、で実装の一部を簡単にちょっとお話しするんですけれども、さっきの YAML の設定値はデータクラスで持ってます。でこれはデータクラスで持たないと、例えばディクトで持ったりすると、このキーの指定をこうコーディングしているときに全部頭に入れておかないと書けないんですね。であまりにも辛くて、データクラスにこう切り替えたら、そのもうコーディングがすごいなんかこうどんどんなんていうか予測変なんか ID ですぐ保管してくれるようになって、すごい書きやすくなったっていうのでデータクラスにしてます。であとはジンジャーバリアブルを、SQL から探してくるっていうやつですね。これまああれです、正規表現で頑張ってます。でなんかもっといいやり方ありそうだなと思いつつ、正規表現で8やったというものです。はい、で先ほどマップコマンドで見せてパラメータを検出しますという話をしたんですけれども、これは中のコードを見てみると、セット型の差集合で重複を排除しています。でこれが、まあ、これ全部引き算で書いているんですけれども、左から設定しているパラメータで、もうすでに設定済みのパラメータで、最後は設定上無視していいよって書いてあるパラメータで引き算すると未設定のやつが出てきますよねっていうような書き方になります。はい、で先ほどお話しした通り、リネージ情報っていうのはディクトで持ってます。これが理由は、さっきお話ししたテーブルを指定して上流とか下流の検索をするっていう話をしましたけれども、これディクトで持ってるとこうキーをテーブルで指定した時の検索が早くなるっていう、そういう理由で持ってます。はい、でテーブル数っていうのは、まあ、多くても数百から数千のオーダーだろうなと思ったので、もうデータベースは使わないで全部メモリで抱える、もしくはファイルに落とすみたいな、そういう小さい構成にしました。はい、で実装している上で一番ちょっと苦労した部分の紹介なんですけれども、下の左側の図を見ていただきたいんですけれども、これテーブル A とテーブル A' っていうのがあって、それをマージした結果をテーブル A としてもう一回保存したいみたいな SQL があったとします。でこれをリネージ情報として表現すると、テーブル A のところでループが入ってるんですね。なのでテーブル A を基準に検索、再帰的に検索してくださいっていう話をすると、テーブル A で循環してリカージョンエラーが出るまで頑張ってしまうっていうのがあって、いやこれ結構困りました。でそれでいろいろ探して見つけたのが、フロイドの循環検出法というアルゴリズムがありまして、でこれが再帰的な検索をする都度、これまで検出したテーブルを単方向連結リストにして循環が発生していないかというのを検出するというやり方です。で具体的に言うと、右下のようなリストが、まあ、循環してますね。はい、なのでそこの先頭からファストとスローっていう2つのコマが同時に動き出すと考えます。でファストが一度に2つ進みます。でスローは1個ずつ進みます。でそれで先を進んでいるファストがスローに追いついたら、そのリストは循環してますって判定できるので、そのタイミングで探索処理を打ち切るっていうことで、さっきのリカージョンエラーを回避するっていうような動きが内部でやっています。はい、でざっとですが、 Python でどうやってやっているのかっていうのをご紹介させていただいたので、最後にどのように運用するのかっていう話をします。はい、でまあ答えはもう他と組み合わせるっていう話です。で例えばシェルです。でさっきからコマンドで動かせますっていう話なので、つまりはこれパイプでつないで他のコマンドに流すっていうのができるということなので、まあ、なんか出力したものをなんか柔軟に何かしたいみたいな時には、まあ、こうやってシェルでやればいいかなっていうふうな発想です。であとはGit による履歴管理です。でこれはデータの流れっていうのは日々変化していくので、それを時系列的に追跡できるといいんじゃないかなっていう話で、これステアライトは基本ファイルベースで動くものなので、全部登場人物がファイルなので、Git で管理できますっていうところです。はい、であとは、まあ、そのイネージ情報なんですけれども、1回作っておしまいではなくて、日々こうアプリケーションとかそういったデータソースに追従していかないといけないんですね。なので例えばアプリケーションリポジトリ
にプルリクエストマージされたら、それをトリガーにリネージ情報を更新するみたいな動きができます。なので、例えば GitHub アクションズとかそういったものを使うと、持続可能なドキュメンテーションが難しいというのはこうやって解決できるんじゃないかなという提案です。はい、でこれが具体的な案ですね。はい、でリネージ、アプリケーションとデータリネージで別々にリポジトリがあるとして、それを、CI/CD サービスでトリガーで動いて、未設定パラメータを検出して、ロードオプションを複数指定して、さっきお話ししたマージですねをしてあげて、それをプルリクエストとして作ってあげるってやると、アプリケーションのプルリクエストの変更と、あとはデータリネージの方のプルリクエストの変更が紐づく形になるので、あれこれなんか便利なんじゃないかなと、はい、思っています。はい、でこれ であれです、データの可換属性に対するドキュメンテーションの話は ここまででしました。であとは、あれだ、ドキュメンテーションの話はしたので、次可換属性の話ですね。でこれは冒頭でライブラリとしても組み込めますという話をしたと思うんですけれども、これをアプリケーションの方でやればいいかなと思っています。で使い勝手は、コマンドと対応するクラスの数大体一緒です。はいはい、ちょっと違うけど大体一緒です。であとこれが今回作ったのがサンプルアプリケーションをちょっと作ってみました。でこれストリームリットを使っています。でグラフビーズとステアライトを使って、こういった形でサンプルのアプリケーションというのを作ってみました。でこれ後ででもいいんですけれども、 QR コードでこれアクセスできるようになっていますので、ちょっと見てみてください。はい、でこういったアプリケーションでリネージ情報ってどういう位置づけになるかっていう話で、私の考えを言うと、マスターデータに当たると思っています。で具体的にはデータライフサイクルの全体像を表すマスターデータであって、データイベントに関するその他のログっていうのはトランザクションデータなんだろうなと思っているので、それらをアプリケーション上で組み合わせて何かを可視化するっていう使い方がいいかなと思っています。で組み合わせるとするとこんな感じです。で先ほどお見せしたアプリケーションは何も組み合わせてないので、リネージグラフだけが見えています。でデータカタログで見せると、そこのノードの部分がのメタデータを表示できたりとか、データの参照ログと組み合わせればデータの利用状況が見えるようになる、データの更新ログと組み合わせると更新遅延が見えるようになるみたいな、そういう使い方をイメージしています。はい、でここまででどのように運用するかっていう話が聞けましたので、はい、今日話したかったことはもう全部話したなっていう気持ちになっています。はい、で最後まとめです。はい、で本日のおさらいをさせていただきます。ステアライトはデータライフサイクル全般に対するデータの可換属性の向上と、持続可能なドキュメンテーションを実現するための基礎となるツールです。でデータリネージの導入のハードルを下げるために作ったっていうものです。はい、で先ほどお話ししたように、周辺のエコシステムとの組み合わせで力を発揮するというものになっています。で最後に今後の展望について簡単にお話しさせていただきます。1個目は先ほどお見せした CI/CD でこうやればいいんじゃないかっていうアイデアはあるんですけど、具体的に実装してないのでサンプルを作りたいなと思っています。であとは2個目はもうこれは単純でデータソースの拡充ですね。他にも SQL を扱っているアプリケーションというかサービスみたいなのがたくさんあるので、それらをラインナップに追加していくとこうユースケースに当たりやすくなるんじゃないかなというふうに思ってます。で一番やりたいのは下の2つですね。はい、1個目は SQL パースの導入です。でこれは今なんかこう正規表現で頑張ってなんかこうテーブルはどこに書かれているみたいな特定してるんですけれども、これをトークンレベルで解析して情報量を増やしたいと思っています。でそれが実現できるとカラムリネージといって列同士の関係性までも見えるようにしたいと思っています。でこれはもうこうやれば多分できそうみたいなのが考えはあるので、これを将来的にやりたいなと思っています。はい、でそうですね、先ほどお話ししたデータリネージ その導入のハードルを下げるというのが目的なので、つまりは普及を目指し、データリネージの普及を目指しています。なのでもし何か
今日お話を聞いてですね、何か考えたこととかこう思うみたいなのがもしありましたら、ぜひフィードバックをいただけると嬉しいです。私のアカウントがこれと、あとはステアライトのリポジトリはここにありますので、ぜひ何かあればお願いします。はい、参考資料はここです。はい、以上です。ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をさせていただきます。それでは 1つ目から参ります。データリネージについては理解できました。スターライトでのテーブル間の関係をグラフ表示するというのが DBT の DOCS の機能とどう違うのかがいまいち理解できなかったです。 DBT DOCS の機能でできなかったことを教えていただきたいですとのことです。ご質問ありがとうございます。はい、あれですね、 DBT は、の違いは、範囲の広さです。 DBT は基本トランスフォームのツールなので、トランスフォームの処理に対するドキュメンテーションの機能だと思います。でそこにあのかメタデータとして、そこの下流にはこういうのがいるよみたいな設定が確かできたはずなんですけれども、ステアライトはそこよりもさらに広くて、実際にどう使われているかっていう、そのダッシュボードの方のエスケールを見に行ったりとか、その上流の DBT に入ってくる情報がどうやってどこから作られているのかみたいなところまで、ちょっと範囲が広くなっているっていうところが特徴です。なので違いはそこの範囲の広さだと思ってます。ありがとうございます。では続いての質問です。 SQL のパーサーは自前で実装したのでしょうか。そこだけでも大変そうとのことです。はい、そうですね、実装しました。はい、実装したんですけれども、一番上の参考資料の上に電通デジタルテックブログのところで正規表現使ってこうやってやるとパースできるっていうのがあって、それを参考に作ったので、なんて言うんだろう、一から考えてたら確かに大変だったかもしれないんですけれども、これを参考にさせていただいたので、まあ、そこまで大変ではなかったなっていうのが、はい、ちょっとうまく組み替えることはできたかなと思っています。はい、ありがとうございます。では続いての質問です。マーメイド記法で出力する ER 図のような可視化ができるのでしょうかとのことです。あれですね、 ER 図って言ったら、つまりは ここの右側の図で、まあ、2段目にこう3つ並んでますね、スケールが。ER 図っていうのはここでいう2次元平面 のイメージなんだと思います。そういった層、アプリケーションが持っているその データの、データ構造っていうのが1層ってなってて、そこの上の上流にもう1層、下流にも1層みたいな感じで層が連なっているようなイメージになります。なので ER 図は言って、そのイメージで考えると ER 図は横方向なんですね。でデータリネージは、縦です。縦のつながりを見つけるっていうものなので、なので ER 図を表現できる、同じようにつながりを表現するっていう可視化はできるんですけれども、なんというか次元っていうのは2次元3次元みたいな意味の、そういう次元で違いがあるっていう考え方をしています。ありがとうございます。続いての質問です。インプットが SQL となっていますが、プログラム内、例えば Python コード内に SQL が記載されている場合は対応が難しいでしょうかとのことです。今のやり方だったら、まあなんかの文字、なんかそういったなんだ、予約語とかにうまく引っかかったりとかしなければ、ソースコードからも抽出はできると思っています。それはちょっと試して、まあ、もしかしたら最初うまくいかないかもしれないんですけれども、一応なんていうかシンプルなやり方で解析をしているので対応はできるかなと思っています。ありがとうございます。
続いての質問です。DBT でビッグクエリーの次に対応したいものは何かありますかとのことです。そうですね、個人的にやりたいのはスノーフレークですね。さっきここにも書いたんですけれども、結局 DBT コンパイルをした結果をそのまま使っているので、今ちゃんとテストしているのが Google ビッグクエリーなだけであって、ちゃんとこうそこ のテストを拡充するっていう対応を取れば、わりかし簡単にスノーフレークだけでなくて他の DBT が扱っているデータソースとつなぎ込むっていうのはできるかなと思っています。ありがとうございます。スライド上残り質問2つとなります。質問がある方はこの間に、お書きいただければと思います。続いての質問です。ステアライトが聞いた具体例はあったりしますか。SQL リネージのような近い他のものの話でも嬉しいですとのことです。それはあれですかね、実際に役立ったことみたいな、そういう意味かな。なるほど、はい。あれですね、今までだと例えば SQL で数百行とかに及ぶよう なんか長大なやつがあったりすると、それ読み解くのつらいですし、それがこう何個かあって、それをのなんか目でグレップして頑張ってこうつながりを考えるみたいなのが、それがなんかあれです、過去の経験でつらかったからこれ作ったみたいなところはあるんですけれども、そういうのだと、SQL それぞれの設定をしてあげてポチってやればもうすぐそこのつながりがバーって出てくるんで、そういうので、はい、便利かなと思っています。ありがとうございます。ではスライド上最後の質問になります。次最後感想になりますね。影響するテーブルの洗い出しとか楽そう、ダッシュボードの SQL まで見てくれるのは助かるとのことです。はい、そうですね、そこが一番嬉しいポイントなんじゃないかなとは、はい、思っております。ありがとうございます。ではスライド上質問以上になりましたので、堤さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。ありがとうございます。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができます。スピーカーも移動いたしますので、壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします。またスポンサーによるブースがございますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのシールラリーにもご参加いただけます。ぜひご参加ください。以上です。ありがとうございました。